こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしま す。さて、メールをいただいております。はい、まずはオロチプロデューサーさんから、衆院選の当選おめでとうございます。ありがとうございます。不正などないよう清く正しい政治家であってください。そうですね、はい、そうありたいと思います。右手を上げて誓って。そうですね、宣誓しなきゃいけないですけど、でもね、あの不注意でそういうね収支の報告なんてのもありますから、まあ、そういう意味ではちゃんと緊張感を持ってやりたいなと思いますので。そうですね、はい。そして、同じくですね、まいちゃん大好きさんからも、はい、小林さん当選おめでとうございます。ありがとうございます。ラジオでも国会でもあなたの出番です。はい、うまい、うまい、うまいですね。座布団1枚、はい、はい、山田君。さあ、そして福山市の会社員さんからです。小林さん、こんばんは。外国の大学の学費は日本に比べ安いところや無料のところもあるみたいですね。今後日本の大学や専門学校の学費は変わっていかないのでしょうか、というご質問です。はい、はい、そうですね、あの一方で高いところもあるというのも確かなので、その大学によりけりと国の制度だと思います。でその中でですね、そうは言っても勉強したい人は行きたいですよねって、こういうところだと思うんですね。だから意欲のある人にチャンスを作るっていうのは大変重要なので、そういう意味では我々が取り組むのは、あの奨学金の制度ですね。これをなるべくあの利子を低く、 できればもうあの貸し出しではなくて、そのまま差し上げる形のものができないかっていうのを今検討しているところです。なので、まあ、それをしっかりやらなきゃいけないということだと思いますが、一方でですね、本当に今の大学って行ったら本当にその夢が叶うのかとか、社会の活躍につながっているのか、これはですね、もうちょっと考え直さなきゃいけないんだと思うんですね。就職活動でも大変な問題が起こってきてますから、はい、その中身の充実っていうのもやりながら、じゃあ本当に意欲を持っている人にはやっぱりチャンス持ってやっていただきたいと思いますし、はい、早く社会に出たい子には早く専門知識をつけて社会に出ていただきたい、こういう状況を作っていきたいと思います。はい、就職の面では企業側にもやはりある改革っていうのは必要ですよね。そうですね、まあ、いろんな問題があってですね、採用時期をいつにするのかっていうのと、まあ、そもそも面接でですね、はい、大学で何の授業を取ってたって聞かないんですよ、ね、ボランティア何やってたとか、留学何やってたとか、サークル何やってた、バイト、この話しか聞かないんで、それしか聞かれないんだったら、じゃあ学校で勉強頑張る必要ないよねって思っちゃうのがやっぱ大学生ですから、はい、学校、会社側もですね、採用のやり方っていうのも考えていただく必要はあると思います。はい、そうですね。では高校はどうなんでしょうか。はい、あの高卒の就職率というのも今上がっていてですね、まあ、早く欲しいという企業さんが増えてきてるんですね。ただやっぱり即戦力で欲しいと。でその即戦力って何かっていうと、あの社会のルールを守れるとかですね、人の話を聞けるってこういうとこだったりするので、それが足りないと言われている今の高校の教育のあり方っていうのがどうなのか、これもやっぱり見直す必要があると思います。高校の授業料の無料化とかって、そういうのはどうですか。そうですね、これはあの検討されているところ で問題はですね、その所得の高い低いで、少しこう線を引かなきゃいけないのかどうかっていうのもあると思います。で一方ですね、でも所得の高い人でもお子さんがたくさんいると実は負担大きいわけですから、所得が高ければですね、無料は絶対無理だよって、こういう線の引き方も実は不公平感があるというところなんで、これを丁寧にあの制度を作るところが一番大事だと思いますね。はい、さあ今日はですね、福山市の会社員の方からの質問にお答えいただきましたけれども、年始めです、今年の抱負を。はい、何でしょうね。でもこうやって教育にやはり力を入れていかれますか。はい、あ、そうですね、あの政策分野としてはもう教育をやりたいっていうのと、中小企業の政策をやりたいっていうのがまあ一番大きいんですけども、はい、やっぱり何より期待に応える政治をやるっていうのが一番の抱負かなというふうに思います。そういう意味では、ね、福山市民の皆さんにとっては、はい、私たちの町がっていうところだと思うんですね。はい、でそういう意味では2つテーマがあって、やはり競馬場の跡地、これをものづくりのやっぱり拠点にしたいと思っていますし、もう一つは福山の道路事情、特に東部のですね、あの福山バイパスに少し決着をつけるような形をしたいというふうに思っています。国政の方はやっぱり教育と中小企業ですかね。はい、公約で言われているところを着実に一歩ずつ形にしていくというのが私の抱負でしょうか。はい、
さあ、ではあなたの今年の抱負を聞かせてください。メールアドレスは出番アットマーク FM777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849208765。 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをご覧ください。この番組はコーア物産カネソ22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜は福山本通り商店街振興組合理事長で株式会社文化堂代表取締役社長の北村洋二さんをお迎えしています。北村さん、出番です。はい、こんばんは。北村さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まだ明けた気がしないですまあでも商店街忙しいですよね。そうなんですね。一昨年ぐらいから、特に去年ぐらいから、はい、いろんな活動、やっぱり今商店街のアーケードを取ろうとしてまして、で街づくりを、合わせて行おうというふうに思ってますので、はい、いっぱい会議があったり、合意形成とかっていう作業がね、結構、回数重ねなければいけないことがあるみたいですね。大変ですよねなかなかね、本当に大変だっていう笑顔になってらっしゃいますけどもそうですね。でも本当あの新年にふさわしいですね、はい、ちょっと福山市民にとってはやっぱり明るい話で、この本通り、そうですね、この商店街が新しくなるっていうことですね。はい、まあ、皆様方にはラジオなのでお見せすることができないんですけれども、今日はあのパネルを、はい、出来上がった完成図を こちらの方にお持ちしてみたんですけれども、本当に、カフェテラスが似合うっていうか、緑がいっぱいの、自然に優しいとかですね、風が心地よいとかですね、まあ、そんなイメージの、街を作っていこうというふうな、ことで活動してまして、いろんな方たちにもご協力をもういただいている途中でございます。これ完成図がここにあるんで、はい、後で YouTube で見ていただきたいと思いますけど、はいはい、まずこれもうアーケードは全部なくなってるんですね。なくなってますね。なくなってます、ね。はい。で、これ天台部分はなくなります。なくなりました。はい、で、フロア床ですよね。これは石畳ですか。そうですね。で、両サイドにこれ木が、そうなんです。生えてるという。ですから今はそう、車が通る時間帯であれば双方向から通れるんですけれども、これ一方通行になって真ん中の部分だけを車道として、はい、まあ一応昼間の部分はずっと歩行者専用道路として、はい、使うんですけれども、ワンウェイにして両端を、歩行者が歩ける、そして、まあ、そこに、ただ、まあ、座ってお話ができたりとかですね、そんなくつろげる空間を作っていこうと。そして、そこには、同じく自然を、木を、それも割と高木をですね、配置して、見た目に、まあ、なんとなくこれ日本じゃない雰囲気じゃないですか。なんかね、オープンカフェがあって、はい、そのまま日向ぼっこしながらみたいな、そうでしょ、イメージが、プロヴァンス風でもないですね何風って言ったらいいのかちょっとまた決めといていただきたいと思いますけど、そうなんですね。これなんかすごい有名なデザイン。そうなんですよ。昨年世界で活躍された10人の中に入れた前田さんっていう、はい、UIT さん、はいっていう、彼がですねこの設計に携わってくれまして、で、まあ、我々はもうアーケード取ってしまおうっていうことに決めたんですね、商店街の中で、アーケードって今までずっとどこの町に行ってもアーケードがあったんですけれども、はい、アーケードって維持するのも大変なんですよ、で、現実問題もう30年ぐらい使ってるとですね、不具合が出てきて安心安全という面からもかなり危険になってきているということで、まあ、取れる間に取ってしまってですね、新たに、ここをもう一度ランニングコストがかからない、はい、後継者にそんなに費用がかけなくても、街を維持していけるという、まず空間にしていこうというふうなところと、せっかく変えるんならということで、地元の、設計士さんに、どういう街がいいのかなというふうなお願いをした中で、凝った絵が出てきたんですね。
いやこのアーケードっていうのはこれ全国的にも問題になっててですね、はい、やっぱりこう維持するのか、はい、それともねもう取ってしまうのか、はい、で維持するってことは定期的に何十年に1回メンテナンスをしなければいけないし、こう、そうですね、やり替えなければいけないということで、まあ、右肩上がりの世の中ならばそれでいいのかもわからないけれども、極力お金は皆さんかけたくないだろうと、はい、ですから、そういった方たちでも出店できたり、そこの場所を持ち続けて、次の方に伝えていけたり貸すこともできるといったことに、極力予算をかけなくてもいい町をという面では今回は、まあ、アーケードを取ろうという選択をしていったわけです。そういう意味ではこう入る店舗さんの新しい人、そして将来世代にとっては非常に優しい街になったわけです、ね。まあ、それを一応狙ったわけですね。はい、ということで、あの他のですね、はい、これビジネス情報ですかね、はいはい、5年後には空き店舗をゼロにということで、そうなんですよ。今あのこのビジネス情報出てる写真と同じ写真ではない、まあ、ほぼ同じ写真がここに載ってるんですけれども、この写真を皆様方にご覧いただき出したもう3年ぐらい、2、3年経つんですけれども、この写真が出だしてからですね、15店舗あった空き店舗が今9店舗ぐらいになった、6店舗ぐらい埋まってですね、もう今年、早々にもう 2、3 店舗新たなに出店されるという方たちが決まってきてるみたいなので、もうイメージですね、みんながでも夢見れる場所、そうなんです ね、ここだったらお店出そうかしら、そうなんです。だから今、まあ、商店街という感覚が変わってきたんだと思うんですけれども、だから商店街は人がいっぱいいてここで儲けてやらなければいけないとかっていうのが、まあ、戦後そういったことから始まって、商店街っていうのはとにかく商売をするところということだったんだと思うんですけれども、今新たに出店されていらっしゃる方はどうしてもそこで儲けなければいけないっていう方たちよりも、自分たちの生活を充実させるためにそこに僕自分はいなければいけないんだ、この空間の中に自分たちがいたいんだというふうな、そんな発想で、出てきていらっしゃる方たちが見受けられたり、ここショールームにしたりとかですね、ショールームですよ、まあ、信じられないと言ったら面白いですけど、そこのお店のは福山に出店される前に2カ所出店されたらしいですね、ショールームを、1カ所目は上海、はい、2カ所目が東京、はい、3番目が福山ですから、おすごいですね、びっくりしたんですけれども、まあ、福山で成功すればですね、今度はどんな地方都市に行ってっていうわけでもないです、そこそこのポテンシャルを持った地方都市に行けば、そこでショールームの役目をするのか、それが仕事につながるのか、そういったことが可能になるのかなという意味合いもあるのかなと思ったりとかですね、まあ、オフィスの方に聞いたわけではないですけれども、ですから、まあ、新たな用途というか、また違う人たちが、今までとは違う人たちがそこに集まってきて、集まってきたものを自然とそれを商店街と呼ぶと、はい、っていう風な、位置づけになるのかなと。商店街のイメージ変わりますよね。そうですね。だからまあ一からリセットではなくて、まあ、何年もかけてまだまだいっぱい新たに出店されてらっしゃる方たちで埋まるんですけれども、またまた当然のことながら後継者がいらっしゃらなくてですね、お店がもうそのまま続けられない方も出てくると思います。ですからいたちごっこではないんですけど、そういった方たちも新たに次の方たちにそこの場所を貸すことができたりこう、というふうなことができればですね、この商店街自体の潤いがあって賑やかだというか、しっとりと賑やかな、そんな空間ができていくんじゃないかなと。なんかここで本当に時間を過ごしたいなって思える、そうですね、雰囲気ですよね。そんな感じにしたいですね、住みたいです。なんかねね、この近くに住んで歩いて、ね、はい、通りたいな、毎日通りたいって感じしますよね。福山市長さんにもお願いをしたりとかですね、ご説明に伺ったりもしたことがあるんですけど、市長さんはせっかく本通りというか、ここの学区、本通り商店街がある学区には福山市立大学があるんですね。だから市立大学の学生さんたちが1階部分ではなくて2階3階に住めるような街にならないだろうかと、学生たちと共に街ができていくような、そんなイメージを膨らましたらどうなのかと、すごいいいご意見というか、街にとってですね、だから学生たちもいる、なんかやっぱりそこに若さがあるとですね、全然違いますね。去年も暮れに
血の枠ぶりみたいなモニュメントを作ってですね、はい、あの学生さんたちと一緒にサンタのイベントを行ったんですけども、やはり若い世代の方たちがいるといないとではエネルギーが違いますね、うん、いるだけで、それはそうですよね。そしてもう一つ、その商店街に今まではなかった緑が多い、はい、ここもやっぱりポイントの一つですか。そうですね、これは本当に、まあ、設計はその前田さんっていう設計さんがしてもらったんですけれども、これは道路部分は福山市さんのご協力になるんですよ、はい、これは福山市の道路ですから、福山市さんが、こんなまあ、あなたたちがせっかく考えたんなら、食事の仕方こういったここにはこういう樹種、ここにはこういう樹種、早く育つものであったり常緑の木で、はい、木であったりとか、まあ、いろんな花が咲く木であったりとか、はい、実がなる木であったりとか、そんなたちせっかく考えるならばその通りに極力植樹もしていこうと、はい、いうふうな形で、ご協力をしてあげようというふうにおっしゃってくださったもので、ですから新たに我々の力だけではないところでこの緑ある空間ができていきつつあるんだというふうに、はい、感謝してるんです。バラ園もねあったりするといいですよ ね、 いいですね。バラのアーチをくぐると、うん、そこから商店街って、あ、なるほどね、また難しいことありがたいご指摘でございますので、ね、ぜひこうやってこう合意形成が難しくなってくるんですよね。なるほどね、そうですね、誰が育てるんだと思って、これは あくまでも私たちが手入れをしながら育っていこうということに、そうですね、そんなチームを作っていこうというふうに書かれています。いろんなチームがあって、またいろんな計画、イベントもあるそうですが、はい、それはではこの曲の後でお届けしようと思います。はい、北村さんのリクエスト曲をお届けします。中島みゆきで時代を。今夜はゲストに福山本通り商店街振興組合理事長、株式会社文化堂代表取締役社長の北村陽一さんをお迎えしています。北村さん、後半もよろしくお願いします。こちらこそ、はい、ということで夢あふれる商店街の未来像の話でしたけれども、はい、気になるのは、はい、いつできるんですかっていう話ですね。そうですね、今年の4月ぐらいから、まあ、入札をするわけですけれども、はい、そこから工事がまあ始まっていくだろうと、ですから5月ぐらいから早ければ取り外しの仮設、まずアーケードを取るんですね。そうですね、はい、だから先に今床を福山さんがこれも60、70年前に埋められた水道管とかをですね検査をしていただきながら、そこを取り替えるという作業が先にあったんですけど、それをやっといて今度は、アーケードを撤去いたします、はい、で撤去して、あともう一度作り直すという作業が今年から来年の3月まで、まあ、今年年内いっぱいでなんとか終われればというふうに考えています、で道路ができていくのは、はい、道路は来年のやはり3月ぐらいから、まで余裕が時間的に余裕を持ってもらっておいて、3月ぐらいから最終的に石畳の工事とかが入りまして、はい、来年の6月ぐらいになるんではないかなというふうに思うんですけれども、その辺で一応形は完成する。完成する、はい、楽しみですね。いいですね。でもその間になんかいろんなまた建物も出来上がる。建物、はい、ブースとかですか。ブースとか福山まちづくり研究所これはねブースが出来上がるわけではなくてですね、今の空き店舗を利用して、はい、ここにもう一度各テナントというか各施設を作っていこうという話があったりとかですね、はい、だからうちは北側、今回は福山本通り商店街と本通り船町の商店街って2つ、線路のところからですね、2号線に至るまで、本通り部分が330m、船町部分が 110m ぐらい、400m ちょっとの、工事をやりますもので、船町側にも新たな、各施設を、今検討中でございます、はい、そちらはそちら、こちらの方は今空いている、空き店舗ですね、どうも中に入っていくとですね、中が庭園というほどのことは、いい綺麗な庭があったりとかですね、どうもよだれが垂れるぐらい、はい、そういった人たちにはですね、
いい空間だねっていうふうな話になったそうでございまして、そこをあの商業施設、まあ、商業施設だけではないんですけれども、あのいろんな使い方を考えながら、はい、だから本当にここもまた使い方を考えるというところから入ってるんですね、うん、ですから、そういった形で、あのまたちょっと一風変わった本当に商売してない、空間を、作りながら、そこも集客施設にでもしていこうというふうなことを始めていこうという、まあ、そんなことが始まっていくんだと思います、まあ、だから本当に普通で考えている商売とか商店街というところと徐々に離れてきてるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これが新たな商店街づくりというか街づくりなんだろうなと、時代にあったというか、そんなことなんではないかなというふうに思います。面白いですね。街中図書館、はい、コミュニティカフェ、はい、でさらに言ったら若手創業者シェア店舗、はい、こういうのができると、これはこの前あの福の輪さんっていう、あの皆様方の会議に伺ったんですけれども、はい、そこでもやっぱりこういった検討をしていただいて、ね、どういったものが本当にあれば素敵なあの空間なんだろうっていう、だからあの売り手側の立場ではなくて、買い手側からこんなものが欲しいっていう発想を極力生かしていきたいというふうな、今店舗作りというか各施設作りを行っていこうと、これもちょっとまた変わってるというか、まあやっちもにゃぜにならんで言うっていうのが、まあ今までの話って福山弁で言うとそんな話ですけど、まあそれを実際にやっていこうというのは、まあちょっと逆に面白いのではないかなと、時代に合わなすぎて合ってきてるんだろうなと、いうような気がしています。いや面白いですよね。いやなんか、ですね、徳島県の神山町っていうところって、はい、非常にこう山奥の町だったんですけど、そこの商店街ですね、はい、やっぱり地元の方がパン屋が欲しいと言って、はいはい、パン屋だけをとにかく誘致するんだって言って、はい、パン屋誘致したりとかですね、はいはいはい、ビストロが欲しいって今度ビストロ誘致したりして、でも本当に誘致型もうこれが欲しいんだ、うん、みたいな、うん、その逆指名型ですよね、はい、これもありなんそうですね。だからもう一つは去年、おととしになりますけれども八百屋さんに出店いただいたんですよ、で八百屋さんなんかね、車も止められないのとかっていうところを含めて、でもな出てもいいよっていうふうにおっしゃってくださって、今出ていただいてるんですけども、それだけでは済まず、はい、ぜひ商店街の中にですね、あとは魚屋さんと肉屋さん、これを持ってこれたら、そうですね、今言われるようにですね、はい、誘致型ではないんですけれども、うん、やはり街中に回帰してるわけではないですけども、住まれる方たくさん増えてるんですね、今そういった方たちにも使っていただける、だからそういう方たちに対して商売ができるエリアではあるんだ、ね、ということも思ってるんです、はい、ですからまあそういった本当に商売をこういう部門で商売ができますよっていうところと、うん、あとは自分たち独自でこんなことやってみたいけれども、まあ、家賃もそんな高くないですから、まあ、こんな空間の中でやってみたいねという人たちが出てきていただける、この両方で、まあ、なんとなくならどうしてもとかでがむしゃらにとか言ってるのではなくて、いつの間にか街ができてた、いつの間にか10万票も取ってしまったみたいな、だからそんないきなり踏み込まれて私無言になっちゃいました、いつの間にかがなんでこんな成果が上がったんだろうみたいな、そういうのがいいかなと、でもそれは今の時代風ですね、そうですね、はい、だから今の世代が、まあ、小林さんをね支援をしていこうっていうふうに思われると、まあ似たようなところがそんな感じになればいいですよね。そうですね。思ったよりもすごいみたいな。はい、そして多世代がこうコミュニティできるような場所であったら嬉しいですね。そうですよね。はい、そんな感じ。老いも若きもこんな素敵な商店街でそんな感じとかってね。いいですよ。最後ヒロさんの表現投げる。いいですね。この自然体の感じがいいでしょうね。そう、絶対そういう、ね、はい、まあ、無理にとかね、がむしゃらにとかってもうちょっと違うじゃないですか今、うんうんうん、ね、そうですね、こうナチュラルに、はい、いいですね、はい、そう、みんなの憩いの場所でもあれば、はい、自然体の商店街、はい、そしてそこに FM のセテライトスタジオもできればそうなんですね、言っちゃっていいですか、うん、もうこのスタジオ全部商店街の中に入れたらどうですかって今話をしてたんですよ ね局長どうですか局長聞こえてるでしょうかもう言っちゃいましたからぜひ考えましょうね、ぜひぜひ、2期目が終わったぐらいにね頑張ります、はい、不正のない、はい、そうでしたね、はいはい、しっかりと仕事ができる政治家にしたいと思いますね、今夜はどうもありがとうございました、ありがとうございました。
はい、今夜のゲストは福山本通り商店街振興組合理事長、株式会社文華堂代表取締役社長、北村陽一さんでした。いやーすごいですね。あっという間でございました。はい、素敵な商店街楽しみにしてください。夢ある商店街です。はい、それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りしました。